ストコのチョコチップマフィンです。結構でかいよ。こちらを一工夫してきます。わかる？油で揚げました。あのね、油で揚げるとね、すごくね、食べやすくなるんだよね。しかもね、味的にはね、ジュワーっとして美味しいの知ってるの。プラス ホイップクリームを乗せてみました。間違いないやつ。これはじめの油で揚げただけのマフィン。いただきます。おいしい。そのまんまだと割としっとりずっしりという感じなんですけど、揚げるとさっくりふんわりになります。濃厚なココア生地にチョコチップの甘さがよく合います。それでは食べていきたいと思います。ちょっと乗せすぎたかな。うまっ。ホイップクリームしか食べてないけど。あー、すごい、思った以上にめちゃくちゃ合います。こう濃厚なテイストにホイップクリームがまろやかにしてくれます。見てこれ、これやばくない？よくさ、こうやりよったら頭がね、ポコンって、あの肩取る頭がポコンって取れてこんなことになりました。まあ味一緒やけ。うまっ。あと3つ。チョコレートマフィンって1個600カロリー以上あるらしい。でホイップクリームのせたら歯大ごといね。
鬼カロリーあるよ。さらに高カロリーにしていく。何カロリーぐらいあるやろ。いや、いいんですけど食べにくい。うまい。ホイップにチョコソースってもううまい。濃いんですけど割と後味すっきりしてます。あと2つ。クリスマスツリーみたいじゃない。マフィンを油で揚げてあるから舌がカリカリで美味しい。あと一つ。
ごちそうさまでした。コストコのチョコレートマフィンアレンジして食べてみました。皆さんもぜひ食べてみてはいかがでしょうか。今回もご視聴ありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。庄司ゆう子でした。今回ね、めちゃめちゃカロリー高いと思うのね。結構なカロリーじゃない。私高カロリーなものを食べるとき、一休さんのね曲が流れます。気にしない気にしない気にしない。